レオニード・バジモビッチ・ドラチェフスキー、ロシア語、ラテン文字表記の例、レオニード・バディムービッチ・ダリッチルスキー、1942年4月5日は、ソビエト連邦及び、ロシアのスポーツ指導者、政治家、企業家、外交官。カザフ・ソビエト社会主義共和国の首都アルマータ出身。中ポーランド大使、CIS 担当省、シベリア連邦管区大統領全権代表。 統一エネルギーシステム副会長などを歴任。1966年、メンデレエフ名称モスクワ科学技術大学を卒業する。1969年ソ連、学生ボート全国チームの上級、主任コーチ。1977年ソ連国家体育委員会水運動副部長。 1979年から1986年まで、チェアマンザマティトル SWD ブユレバストニック。この間、1982年に国家中央体育大学を、1986年ソ連、共産党高級党学校をそれぞれ卒業した。1986年ロシア共和国国会体育、スポーツ委員会副議長。 1990年から1991年同委員会、第一副議長。1992年外務省に移り、スペインに赴任しバルセロナ総領事となった。1993年ロシア外務省、付属外交官アカデミー外交官スタッフ訓練、課程を終了する。同年、本省勤務となり、官房長となる。1996年中ポーランド大使に、 任命される。1998年は医務時間。1999年から2000年までロシア連邦、独立国家共同体担当大臣。2000年5月、シベリア連邦管区大統領全権代表に任命される。2004年9月9日、ウラジーミル・プーチン大統領によって、大統領全権代表の辞任を認められる。二千二年十一月十五日、 中路友好平和発展委員会のロシア、河合委員長、ソ連学生ボートコーチ、国際クラススポーツマスターの称号を持つ、2003年に結婚、夫人との間ににしあり、ありがとうございます。